黒夢が9月24日20時より生配信される番組黒夢2025コークスクリュー A55 セイントマイ FXX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  に出演することが発表となった。黒夢は2025年2月31回目のデビュー日である2月9日に10年間の沈黙を再び破り、東京ガーデンシアターのステージで再演を果たす。同公演のチケットプレイガイド最速先行受付の前日9月24日に清春オフィシャル YouTube チャンネルで生配信される番組が黒夢2025コークスクリュー A55 セイントマイ FXXXXXXX だ。当日の内容は彼らの最新の様子に迫るインタビューに加え、親交のある著名人やアーティストたちから寄せられたコメント、番組内でしか見られない未公開映像やサプライズメッセージなどが予定されているとのこと。現時点では東京ガーデンシアターでの10年ぶり再演のインフォメーションを呼び、オフィシャルサイトに現れた数十秒のスポット映像のみが公開されている。生配信では新たな情報にも期待が高まるところだ。生配信番組黒夢2025コークスクリュー A55 セイントマイ FXXXXXXX 2024年9月24日火曜日20時より生配信 http://www.youtube.com/live/UQX2DWRVQI バイクロユメコークスクリュー A55 セイントマイフェイクスター2025年2月9日日曜日東京ガーデンシアターオープン17時スタート18時チケット全席指定 S 席14,000円税込み A 席11,000円税込み、ローチケプレリクエスト最速先行受付、受付開始、9/25水曜日12時より https://l-tike.com/kuroume/ 清春デビュー 30th anniversary year ツアー天使の詩、ネバーエンドエクストラ3月25日月曜日、東京、代官山ユニット4月11日木曜日東京、渋谷プレジャープレジャー4月25日木曜日東京、渋谷プレジャープレジャー4月28日日曜日、神奈川、横浜ベイハル4月29日、月、祝大阪、シャングリラ5月4日、土、祝東京、ビーツ渋谷5月6日、月、祝神奈川、ビルボードライブ横浜5月17日金曜日、大阪、ビルボードライブ大阪5月24日、金曜日東京、ビルボードライブ東京6月8日、土曜日静岡、浜松ライブハウス窓枠6月9日、日曜日岐阜、クラブルーツ6月15日土曜日山梨、カズーホールサッツ1999-2003、6月29日土曜日東京、ゼップ羽田6月30日日曜日東京、ゼップ羽田サッツ2010-2018、7月7日、日曜日東京、ガーデン新木場ファクトリー7月13日土曜日、愛知、名古屋ボトムライン7月14日、日曜日、三重、M、アクサ7月20日土曜日、石川、金沢エイトホール7月27日土曜日、茨城、ミトライトハウス8月3日、土曜日宮城、仙台ダーウィン8月4日、日曜日神奈川、横浜レニーベーター、グランドオープニング8月10日、土曜日千葉、柏パルーザ8月11日日曜日千葉、柏パルーザ8月17日土曜日埼玉、ヘブン、Sロック埼玉新都心8月18日日曜日、埼玉、ヘブン、Sロック埼玉新都心8月24日、土曜日北海道、札幌ペニーレーン24008月31日、土曜日長野、クラブジャンクボックス9月5日、木曜日、東京、新宿レニー、レニーテンスアニバーサリー9月8日、日曜日栃木、ヘブン、Sロック、宇都宮 VJ-209 月14日、土曜日岡山、クレイジーモンマキングダム9月15日日曜日、兵庫、神戸太陽と、
トラ9月22日日曜日和歌山、クラブゲート9月23日、ガッツ、祝大阪、大阪エサカミューズ9月28日土曜日青森、クォーター9月29日日曜日岩手、盛岡クラブチェンジウェーブ10月5日土曜日大阪、ナンバヨギボーメタバレ10月6日日曜日静岡、ライブロキシー静岡10月12日土曜日、滋賀ユーストーン10月13日日曜日京都、京都ミューズ10月27日日曜日東京、恵比寿ザガーデンホール、ザバースデー10月30日水曜日、FC のスメンバーズオンリー11月3日、日曜日茨城、ミトライトハウス11月4日、ガツ、祝茨城、ミトライトハウス11月8日、金曜日愛知、名古屋ミュージックファーム11月9日、土曜日愛知、名古屋ミュージックファーム11月10日、日曜日愛知、名古屋ミュージックファーム11月16日土曜日、群馬、ヘブン、エスロック熊谷11月17日日曜日、群馬、ヘブン、エスロック熊谷11月23日土曜日、神奈川、横浜ベイホール清春、ボリス、ヘビーロックブレイクファストジャパンツアー20241月30日、土曜日川崎スーパーノヴァ12月1日、日曜日川崎スーパーノヴァ12月4日、水曜日大阪シャングリラ12月1日、日曜日神奈川、川崎スーパーノヴァ12月14日、土曜日愛媛、松山ホスクリアード12月15日日曜日香川、高松モンスター12月21日土曜日福岡、ビートステーション12月22日日曜日鹿児島、カパルボホール12月29日日曜日東京、渋谷クラブクワトロ12月31日火曜日、愛知、名古屋ダイヤモンドホール2025年1月8日、水曜日東京、新宿ロフト1月12日日曜日大阪、ゴリラホール黒夢2月9日、日曜日東京ガーデンシアター。